真夏の不燃ゴミの日に出して回収されなかった無残な生ゴミみたいな顔だな。腫れてるね。シャワーでも浴びてすっきりしてきたら。あ、今はダメだよ、美月先輩が入ってるから。あら、そうなの。じゃあもうちょっとゆうくんと遊んでようかな。あ、お兄ちゃん。はーい、皆さん、明日の予定なんですけど、作業が皆さんのおかげで思いのほか進んでいますので、ちょっと休養にしようかと思います。ここでの生活ももう少しかかりそうですから、自宅や寮に戻って一度休むもよし、消耗品なんかの補充や家族団らん、明日はそういう日に当ててくださいね。あ、そろそろ化粧水切れかかってたんだった。新しい小説補充しとこうかしら。あ、もちろん、ここに残りたいっていう人は構いませんからね。